はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、サモンソーサレス悪用委員会委員長としてまたクソデッキを作ってきたんですけども、サモンソーサレスマジでね、これデッキいろいろ考えてんだけど、マジ真面目な使い方全く思い浮かばなくて、ほんと不真面目な使い方しか思い浮かばないんですよね。サモンソーサレスって自分の手札からモンスター出してきて、そいつと同じ種族のやつをね、デッキから出してくれるよっていう効果なんですけど、これ同じ種族しか出せなくなっちゃって縛りが入っちゃうんですよね。で、この縛りの中で、まあ、何ができるかっていう話なんですけども、エクゾディア揃えられます。封印解けます。怒りの効果エクゾードフレームをぶち込みますということで、まあ、イゾルで成立すると、今までってなんか、エクゾディア全部揃えるっていうコンボがあったじゃないですか。あれの応用ですね。今回はランク3、スピードロイド、ベイクマックスとか、あとセアミンとか緊急テレポート、この辺のカードから、ランク3を垂れて、インボーカーをして、インボーカーからイゾルデを経由し、エクゾディアパーツを全部揃えるっていうコンボをちょっと皆さんに、お見合いしたいなと思ってますんで、よかったら、最後までお付き合いください。サモンソーサレスのイラスト、いいよね。デュエル、スタンバイ。反魔導帯域きたこのカードマジ強いんだよな。これメインフェーズ1開始にしか打てないん、メインフェーズ1開始に打てるんですけど、この後僕のモンスター対象に取れなくなるんで、相手はなんでエフェクトベイラーとか、あー、オッケーです。エフェクトベイラーとか無限抱擁とか全部効かなくなります。これやっぱクソデッキにね、フェード魔法つかないクソデッキはね、反魔導帯域3詰めできるんですよ。これめっちゃ強いですね。はい、さあ、ここからアルティメットソリティ始めます。とりあえず、増殖する G が通らなかったら、これあとウララもケアできてるんで、これまあ大体ほぼ、まあ、2ビル以外の大体の誘発大体貫通できそうですね。はい、まあ、DD クローだけやめてください。で、オーガナンバーの効果を発動、オーガナンバーによってセアミン持ってきて、で、セアミンは召喚。サモンソーサレスなんか使い道結構考えたんだけど、なんかやっぱあんま強い使い道、やっぱ縛りが入る関係でそんなに思いつかなくて、やっぱね、エラッタされて弱くはなったなとは思いましたね。かなり正直エラッタされちゃってね。いや本当にね、種族縛りマジめんどいなっていう感想でしたわ。まあね、有力、ガチデッキはできないかもしれないけど、クソデッキはいっぱいできるからクソデッキはいっぱいできるから関係ないけどな。さあ、装備カードを4枚墓地に送ることによって、史上最強モンスター終末の騎士を特殊召喚。さあ、遊戯王も終末するぞ。そして、執念の剣の効果によって、戻るぜデッキに。そしててかさ、俺これソリティア界、ソリティアしてる人の中だと多分分かってくれるかなと思うんだけどさ、装備カードってさ、なんかさ、もう1枚デッキにさ簡単に返ってくれるカード欲しくない？月神の盾とか執念の剣と一角獣の本が今あるんですけど、もう一枚なんかで戻ってくれるね装備魔法欲しいんだよね。月山の盾みたいな効果してるやつ、それがあると、なんかその引いても装備魔法をある程度ストレスなんか耐えれるんじゃないかと思うんだけど、悪魔の口づけタイミング逃すんだよな。でデュガレス特殊、はい、でデュガレスの効果を起動しまして、オーバーレイユニットを2つ使って、自分の墓地からモンスターを守備表示で得しようか。サモンプリスト、はい、でサモンプリストの効果を発動、サモンプリストの効果によってフェニックスギアブレードを墓地に送り、自分のデッキから、レスキューフェレットを特殊召喚。そしてレスキューフェレットの効果を発動、レスキューフェレットは、モンスターのリンク先に、モンスターのレベルが6になるようにモンスターをリクルート、精霊の召喚し増殖するし出ました、この最強コンボ。これもともとね、イゾルデーが成立してると、エクゾディア揃えるっていうコンボ一応あったんですけど、元からね、なんかセレーネめっちゃ使うみたいなコンボ、まあ、ちょっと今回はサモンソーサレスを使って面白コンボを皆さんにお見舞いしていきたいと思います。はい、でデーモンリーパーの効果によって精霊の召喚師をもう一回特殊召喚していく、オーケー。で、
まあ、とりあえずウィン出しますよと。で、これあの整理の召喚師はフィードから墓地を送られると、通常モンスターのドラゴン族、戦術魔法使い族モンスターをどれかサーチできますよみたいな。でこれでなんかパーツサーチしまして、さあ行きますよ。これが新たなるエラッタ後の、最強のリンクモンスター、サモンソーサレス、かっこもう最強ではない、サモンソーサレスの効果によって手札から魔法使い族モンスターを相手に送りつけ、そしてデッキから魔法使い族モンスターをリクルート。ちょっとさ、ごめん、あの一回送りつけたんだけど、ごめんね、それちょっと返してくれる。ごめん、それちょっと返してくれる。アカシックマジシャンの効果と、黒木モリノビッチの効果によって、さあ、デッキから手札に加えるのはもちろん封印されしエクゾディア、さらにアカシックマジシャンの効果によって、パーツを回収し、セレーネを特殊召喚するぜ。はっ、セレーネの効果により自分の墓地から魔法使い族モンスターを特殊召喚ができる。こいつ大事なのにバグってんだろ。で神聖魔皇后セレーネの効果により現れろ、聖竜の召喚師。もう頭がいいみんなはもうわかるな。神聖魔皇后セレーネと聖竜の召喚師をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ、ウィンちゃん。そしてさらに聖竜の召喚師の効果によって通常モンスターをサーチ、さらにフィールドのモンスターでセレーネをもう一度リンク召喚。すげえ、全誘発をケアしながら、反魔導大義で全誘発をケアし、うららで増殖してる G をケアしながら、エグゾディアのパーツを揃えることに成功したぜ。強くね、強いだろこれ、強いだろ。おいおいおい、さあ封印を解け、くらえ怒りの効果、エクゾーノクフライム、かっこよ。対戦ありがとうございました。これ増殖する時にぶち込んだらワンチャンエクゾーデのパーツ全部揃うっていう奇跡起きねえから。ちょっとうわ、増殖する時発動、どれ、よしよし、これであの相手の G 突っ張に合わせてエクゾディアパーツ全部揃えるわ。止まるんだったらソルティアするわ。ネプトアビス、はい、ネプトアビスどうぞ。ハンマド待機マジで後手から張ったらワンチャンあんじゃねえこれ。ネプトアビス、はい、からの海王で、あ、ダイダロス持ってくる、なるほど、ダイダロス持ってくる、なるほど、ダイダロスやばいね、なんかそれやばやばそうな気配感じるよ。御用ディフェンダーやばい、御用ディフェンダーはやばい。御用ディフェンダーはちなみに、自分のフィールドのモンスターが戦士族持続性だけだった場合は、エクストラデッキから御用ディフェンダーをなんか分裂して出せるみたいな効果ありまして、めちゃくちゃ強いんですけど、これレベル 3体並ぶんでね、あのシンク召喚3、あのレベル3するとレベル3から3体並ぶっていう、まあ最強コンボですね。でイゾルデが特殊召喚されて、イゾルデの効果、はいはい、で装備カードを墓地送ってリクルート。やっぱ今の現代遊戯は本当ね、あのソリティアするんだったらイゾルデがやっぱキーになってくるね。本当にイゾルデがマジで何でもできる。でアクアドルフィン、アクアドルフィンやば、ちょやばい、アクアドルフィンやばい、待ってくれ、俺のパーツがやめろ、やめてくれ頼む、あお前何してんだよ、返せよ俺のパーツだぞ、何してんだてめえ、何してんだ、サモンソーサレスだ、出たサモンソーサレス、えサモンソーサレスじゃん、おっとなんか、おいダイダラスくれたぞ、わからんわからんわからん、なんかダイダラスくれた、ありがとう、ダイダラスからの、あリバイアさん来た、おいちょっと待ってくれって、いやこれどうすんだよ、こんななんか、おわおわおわやべえって G ランティスは、お取り返そうとしてんじゃん、確かに海竜族出してきたら海竜族縛り入んないからね、海竜族を出してきたら海竜族、まあ、はは縛り入るんだけど海竜族 G ランティスさせるから G ランティスで送りつけたモンスターは取り返すことができる、そうサモンソーサーレスの適用下でも G ランティスが出せるのは海竜族縛りが入った時だけ。さあリバイアさんの効果、おいちょっとふざけんな、ね、うららぐらい引けや、そろそろ
海来た、なるほど。はい。で、海が、置かれて、やばい、これネオダイダラスじゃん、これ。やばいって、それは。俺、せっかくめっちゃ引いたのに。わ。ふざけんな。うーわめっちゃ頑張って引いたのに。ふざけんな、マジで。クソゲーかよ。やばいって。いや、でも手札1枚からこれどうにかなるんですかね。ちなみに、前半です、前半です界の中でも最弱と言われてますからね、ネオダイダラスは。ちなみに。なんでかっていうと、自分の手札も墓地の振るかですね。はい。なので、ワンチャン俺がデッキトップで、この、今、盤面を解決するカードを引くことができれば、ワンチャンありますよ、本当に。エンドフェイズ。あ、セアミン来た。ちょ、ワンチャンあるんじゃないこれ。これワンチャンあるんじゃねちょ、待って。手札コストないか。待って。セアミン召喚効果。セアミン召喚効果。もう、あれか。こいつしかいねえのか。これさ、あ、わかった。これ、わかった、わかった。いける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 わ。いける。オーガランバーはちなみに、パンクをリリースして特殊召喚できて、で、セアミンは、墓地を送られると打点上げられるんで、これ3000きたバトルいっけおらこれこれワンチャンあるマジで、これワンチャンマジである。3100超えないもん、アイテムデッキ。これパンク加えるの意味ないな。エンド、これマジでワンチャンある、マジでマジでワンチャンある、マジで来たわ。スタンバイ、はい、メイン。これガチでワンチャンあるぞ。アトランティス、ああえ、これ、え、ちょっと待って、シンステルス、まあ、ちょっと一回発動するわ。打点アップします。これもしシンステルスアタック入ってます、シンステルスアタックもしかして入ってるやつ、あっ無理やっけ。結構頑張ったんですけど、僕無理やんけ。俺の伝説の増殖する GP とか、くそったれは、マジでネオダイダラスに負けるとマジ腹立つな。